今でもよく覚えている。そう、きっとあれが始まりだったんだと思う。私は小学生だった。夏休みの自由研究でレオナルド・ダ・ヴィンチの絵を発表した。あの時から私はルネッサンスという神秘的な言葉とその幻想的な絵画に完全に魅了されてしまったのだと思う。ルネッサンスという言葉の意味が再生だと知った。この奇跡のような時代にフィレンツェでは芸術家たちは古代を再発見し、インスピレーションを受けて学び発展させ、素晴らしい作品が次々と生み出されていた。まさに大きな改革の時代だったのだ。私は日本人という視点からこの壮大な歴史を持つこの町で何を生み出せるのだろうと自問した。うっとりとするような美しさの中に完璧なハーモニーを持ち、真似をすることなど到底かなわないような技術を持って生み出されたルネッサンス絵画を私なりに理解して近づいていくことなどできるのだろうか。私は今フィレンツェに住んでいる。憧れのルネッサンス芸術に触れ、それを学ぶためにこの町に住み始めた。そして今この瞬間、染色された和紙をちぎっている。私の手の中にあるこの小さな和紙の破片は私の故郷の一部である。不思議なことに、日本から最も離れたこの土地で、私は最も日本らしい素材の一つを選んで作品を作っている。日本独特の伝統を守って漉かれた美しい和紙は柔らかく透けるような薄さを誇る。その薄い和紙をちぎって重ねて女性の微笑みを作っている。淡く染色された透けるような薄い和紙を重ねていくと、彼女の表情が色づき始める。髪を重ねながら、私は頭の中に漂うイメージを書き留めようとしている。私はこの染色した和紙だけで作る絵画、和紙アルテという新しいテクニックを考案した。絵の具の代わりに色とりどりに染色された薄い天狗状紙をちぎり、それを白い和紙の上に貼り重ね、組み合わせ形が生まれていく。2枚用意した和紙の絵画を貼り重ね、後ろから光を当てると、和紙が持つ独特の透過性によって魔法のように隠れた絵の方が現れる。見える世界と見えない世界、過去と現在、日本とイタリア、私は常に移ろうイメージの中を漂っている。これは新作「蝶々夫人」。私の故郷日本と第二の故郷イタリアという
東西二つの世界の融合の中で生まれたイタリアオペラの傑作は、私のワシアルテの作品のテーマとしてぴったりだと思った。淡いピンクに染めた柔らかい和紙を引き裂いて、それを無作為に貼り付けた。大量の花びらが空を舞う桜吹雪をイメージして、そこには和紙特有の軽さ、繊細な風合いが残り、はっきりとした形を持たない淡いピンクの和紙の抽象画が出来上がる。その画面を十字に交差する格子をはめ込み、日本の障子を彷彿させる額をつけた。光を受けると障子の向こうで起こった悲劇が浮かび上がる。前面には自ら刃物を突き立て息絶えた一人の女性、蝶々夫人が横たわる。十字の格子に区切られた日の丸は、蝶々夫人が流した血と同じ色をしている。十字の形は彼女が回収した宗教のシンボルであり、その中に満開に咲いてあっという間に潔く散ってしまう桜が、美しい死の象徴として覗いている。私、ワシアルテ作家横山芽衣子は、エイボトラオリエンテエオチデンテ